タコマは、アメリカ海軍の紹介フリゲート。タコマ級フリゲートの一隻。艦名は、ワシントン州タコマにちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。タコマは、海事委任契約のもと1943年3月10日に、カリフォルニア州リッチモンドのカイザーカー5社で、PG-111 として寄港する。1943年4月15日にーー、 PF-3 へ艦首変更され、1943年5月5日にタコマと命名された。1943年7月7日に AR バーガー船婦人によって浸水し、1943年11月6日に艦長エイドリアン F ベルナー沿岸警備隊少佐の指揮下収益した。12月にカリフォルニア沖で成長訓練を完了すると、 タコマは1944年1月に訓練官としての任務に就く。6月27日までフリーゲートに上艦予定の水兵を訓練し、海上公務の完了後、アラスカ州海域への移動を命じられた。しかしながら公やみは不調に終わり、機関室の火災のためアラスカへの移動は10月まで行われなかった。10月21日にコディアックに到着し、 続く4ヶ月間をアラスカ州演団を呼び、アリューシャン列島の島々の間で対戦紹介、補給船の護衛などに費やし、アッツ島、エイラック、ダッチハーバーなどを訪問した。1945年2月23日、タコマはダッチハーバーを出港して南に向かい、ソ連海軍に引き渡す。準備のため最初にサンフランシスコで続いて、 ブレマートンでの後半ヨーバーホールが行われた。7月10日、タコマはアラスカ州のコールドベイに戻り、上官予定のソ連海軍の兵士に対する訓練を始める。タコマは8月16日にコールドベイで退役し、レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対応された。ソ連では護衛艦を意味する EK の略号を付与され、EK-12 の名で収益し、 4年にわたって活動した。その後タコマは1949年10月16日に横須賀でアメリカ海軍に返還され、同地で保管された。1950年6月に朝鮮戦争が勃発すると8月に最終駅の準備を開始し12月1日に横須賀で最終駅する。翌日から15日間横須賀沖及び相模湾。 東京湾で成長訓練を行う。12月18日から25日まで横須賀で成長後の信頼性試験を行い、その後長崎県の佐世保に向かう。12月28日、タコマは韓国沿岸へ向けて出港した。続く数ヶ月間、タコマは国際連合の会場を封鎖及び護衛部隊である第95任務部隊に所属して活動した。 1951年1月30日に上陸作戦に先立って、コンソングで陽動のための砲撃を行う。その日の午後には同じく、高城軍に対して攻撃を行った。タコマは2月1日に、富山に帰港し、その2日後佐世保に向かった。2月5日までにタコマは、2日ずつの砲撃命令のため、香料の東部海岸に戻った。7日と8日には、 常用軍に対して9日と10日にはファンポに対して砲撃を行った。ファンポへの砲撃後はチク手島を偵察する。タコマは2月13日に佐世保へ戻り19日まで止まった後、北朝鮮の元山湾に向かった。2月22日に元山に到着し、続く4日間は上陸作戦に参加、24日には シンドゥーに対して韓国海兵隊の110名が上陸に成功した。翌日タコマは元山を離れ、佐世保に向かう。佐世保には2月27日到着し3月10日まで停泊、その後横須賀に向かい、4月23日まで信頼性試験が行われた。1951年4月3日、アメリカ海軍局東軍の構成が再編成された。 その結果第7艦隊及び極東グループに所属していた部隊は第92任務部隊の新たな補給グループに統合されることとなった。タコマは4月後半にドックを出居したが新たな任務部隊に護衛として配属され任務を継続した。その後9月まで日本と韓国の間の補給船を護衛し対戦紹介及び沿岸への火力支援も行った。 1951年10月9日、タコマは大韓民国へ移管された。韓国海軍では大同行の官名で1973年2月28日まで収益した。退役後はアメリカ海軍に返還され、1973年4月2日に除籍された。その後タコマは韓国海軍に寄贈され、訓練艦及び博物館船として公開された。 タコマは、朝鮮戦争の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。